グラビアアイドルの佐野日向子が14日に放送されたバラエティ番組で51センチのウエストを公開測定した。51センチのウエストを維持するため10日に一度は骨盤矯正に通っているという佐野。同じくゲスト出演したグラビアアイドル吉木里沙は、私は59センチなんですけど本当に頑張って絞って59センチとスタイルをキープする難しさを伝え、佐野のウエストを本当に新人類に近いと絶賛した。スタジオでは51センチは本当なのかを確かめるために実際に測定することに。佐野が上着を上げてウエストを見せると、あまりの細さにスタジオは騒然となり、よしきも本当に細いとびっくり。結果は噂通りの51センチ。急遽測った泉ピン子の太ももが50センチだったことから、出演者たちはほぼ同じと大笑いだった。また佐野は歌手で俳優の福山雅治がラジオで今年ブレイクすると紹介したことが今の活躍につながったと振り返り、カレンダーに産毛を修正せずに出ている感じがいいと福山の言葉を紹介した。